それでは定刻を参りましたので、これから記者会見を始めます。今日は山口那津男公明党代表にお越しいただきました。山口代表、この日本記者クラブの記者会見はですね、2010年が最初で、党首討論会を除くと今回で7回目ということでございます。今日は新型コロナウイルスの感染拡大の防止策、そして社会経済活動との関係、これをどう考えてきているのか、そして今の政治情勢、そしてこれからの課題などについて30分程度まずお話をいただいた後、質問を受け付けたいというふうに思います。通常ここの会場200人ほどの方が入っていただくんですけれども、感染拡大防止のためにこの会場は40人ということで定員を絞らせていただいています。それ以外、会員の方あるいは記者の皆さんには Zoom を使ってライブ配信ということで、オンラインの会見を合わせた形になっています。そして質問についてですけれども、まず30分ほどお話をいただいた後、会場そしてオンラインで参加されている皆さんにも質問を受け付けたいと思います。特にオンラインで参加の皆さんにお願いですが、会見中 Zoom の画面の下の部分にですね、 Q&A というボタンが出てまいります。ここを押していただきまして、そこに冒頭に氏名と所属、そして質問をですね、一つのテキストまとめて送っていただければ、こちらの方で集約して必要なものを質問として取り上げていきたいと思います。誤ってですね、時々名前だけ書いて送っていらっしゃる方がいますが、その場合はですね、改めて氏名、所属、質問をまとめて送っていただきたいと思います。それからお名前の読み方が難しい場合はですね、振り仮名をつけていただくと助かります。それではですね、公明党山口代表にお話をいただきたいと思います。では山口さん、よろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。ディスタンスが確保されておりますので、マスクを外させていただいて、より明瞭になる言葉遣いでお話しさせていただきます。30分間でありますので、今日は、この今年前半もうコロナに明け暮れているという状況でありますので、これまでコロナにどう対応してきたか、そして、そこでの公明党の果たした主な役割、そしてまた今後これまでの経験教訓をどう今後に生かしていくべきかということで思うところを述べたいと思います。まず今回の新型コロナウイルス、未知の感染症でありまして、情報もまた備えも必ずしも十分ではない中で、1月中旬日本人の感染者が初めて出たと、下旬から国会の論戦が始まりますが、20日の所信の総理の演説の中にはコロナのこの字も出てきません。しかしその後の衆参の代表質問の中では、公明党は衆参ともにですね、このコロナの課題を指摘をして政府の対応を求めていったわけであります。試行錯誤の連続だったと思いますけれども、公明党が随時この問題を具体的に取り上げて提言対策などを政府に発信をし続けていきました。対策本部を作ったのは政府よりも公明党の方が早かったんですね。その下で最初に政府に大きな発信をしたのは、専門家会議の設置と総理自らの国民に対する直接の発信をせよという、この2点であります。2月の14日だったと思いますが、朝にそういう提案をして、でその日の夕方に早速専門家会議が設置されることとなりました。まあ、これはいきなり申し上げたのではなくて、もうその前の週末から専門家の主だった方々ともいろいろ意見を交わしながら、厚労省にもそういう取り組みを内々示唆しながら、その上で公に発信したものでありまして、応答も早かったとこう思います。なぜこれを提言したかといえば、感染が広がる兆しを見せる中で、いろんなメディアやテレビ新聞等で専門家と称する方々がいろんな意見を発信し始めました。しかしこれがバラバラ、国民から見るとバラバラでありまして、専門家なるがゆえに統一感のない発信というのは、かえって国民に迷いや
不安をもたらしかねない、むしろ信頼できる専門家の会議集団を作って、そこで協議を尽くして、まあワンボイスで国民に発信できるようにしたらどうかと、それを政府が専門家の意見を受け取って政治判断を加えて政府の方針としていったらどうかと、まあこういう発想から提案をしたわけであります。私はまあこの専門家会議というのは実際にいろいろな効果を生み機能したのではないかと評価しております。一応この緊急事態宣言が解除された後、専門家会議を発展的解消ということで新たな位置づけをしました。しかし発足当初はこの特別措置法が有効にスタートしておりませんでしたから、法律に基づくものではなかったわけですね。しかも政府とは言っても厚生労働省の中の専門 会議という位置づけだったと思います。しかし実際の役割としては、この会議のメンバーの権威ある発信というものが功を奏していくようになったと思っています。で、一番私が評価しているのは、この1週間あるいは10日に1遍ぐらいのペースで、不定期ではありますけれども、感染の状況と提言を出していったということであります。特に印象的なのは5月の29日、専門家会議の出した提言の中にですね、感染当初検査の状況についていろいろな不満の声や不安の声がありました。で、結果的には専門家の分析によると、日本は SARS や MERS の経験がない、したがって検査の体制に対するしっかりした備えが十分ではなかった。で、検査できる数、例えば PCR 検査で、国立感染症研究所あるいは地方の機関含めても3000ぐらいの検査能力しか当初なかった。まあ、そういう限界をどう感染拡大と医療体制の維持に生かすかということで大きく絞り込みをしたと。まず症状のある人を保健所でチェックをし、かつ検査の必要性があるかどうかを医師の判断によって、それで検体を採取して検査をするという絞り込みを行った上で、その検査能力の限界のあるところを最大限に生かそうとしたと、こういう分析がなされておりました。まさにその通りだったのではないかと。当初なんで検査が拡大できないんだということを随分政府側に問いただしましたけれども、まず機械の数が限られている、それから検査をするためには試薬の量が確保できなきゃならない、またそれを扱う専門家経験者技術者が必要である、臨床検査技師のようなですね、そういう PCR 検査の難しさと条件が限りがあったということで、それを有効に生かした。そして重症化を防ぐことによって医療体制の崩壊をかろうじて乗り越えることができたと。しかし今後の備えとしては、やはり検査体制の充実、 PCR 検査だけではなくて抗原検査、それぞれの特徴があるので、その特徴をよく捉えた上で、その組み合わせで検査体制の充実をすべきだと、こういう提言でありました。この点について、検査について我が党としては、既存の PCR 検査だけではなくて新しい検査の機材の提言もいたしました。例えば三相検と強臨の検査機のメーカーですかね、共同で開発した15秒程度で検査の結果が分かる、特に陽性の場合にはウイルスが急激に増えるということが早く検査の結果に出るものですから、そこは確認できる。しかし陰性の場合はなかなか数値が現れてこないものですから、少し時間をかけて確認をする、それも数十秒の程度で分かるということで、こうした機械の投入を
政府に呼びかけ、実際にこれを政府としては採用して使い始めたということもありました。まあ、その専門家会議の設置と総理の直接の国民への発信ということを呼びかけて、総理も折に触れて直接国民に会見をして説明をするという機会が何度かあったわけであります。それからこの細かいこともいろいろと提案していきました。さっきの機材の件もそうでありますが、今日私が胸につけているこの花、生の花を胸のポケットに刺すようにしました。これは3月初め、いわゆる東日本大震災の関連行事がすべてキャンセルになりました。ことほど採用にいろんなイベント、卒業式、パーティーの類が全部キャンセルされる中で、花の需要が急激に落ち込みましたので、花の生産者、あるいは販売者を支援しようということで、農林水産大臣が花いっぱいプロジェクトというのを呼びかけて、それへの協力を要請してきましたので、我が党としては協力する、応えるということで、これをつけようということを自ら国会議員がこの花のケースに生花を刺して胸のポケットに入れるということを実行し始めたわけであります。合わせてつける花はなるべく被災地のもの、岩手、福島、宮城で生産された花をつけるようにしました。また国会議員の地元で生産される花もつけようということで、今もこれを続けているわけであります。またもう一つの例を挙げますと、感染が拡大して重症者を優先すると、したがって軽症者は自宅ないしホテルでと、こういう方針が打ち出されました。自宅では家族への感染が懸念されるので、東京都をはじめとしてホテルへの宿泊を優先的に奨励したわけであります。しかし軽症者がホテルに移った場合に急激に重症化する、そういう懸念がありました。24時間お医者さんや看護師さんを多数配置できない場合もありますので、その重症化の兆しを見つけたら素早く医療機関に移せるようにと、その測るものとパルスオキシメーター、これを複数配備せよということを提案しました。もう指先にちっちゃな機械をつけるだけで、この血中の酸素の飽和濃度をデジタルで数字で表示される、一定の数値以下になったら危ないということで、すぐにこれを医療機関に運ぶことができる、まあ、そういう提案をいたしましたところ、これも厚労省が速やかに Q&A の中にこれを採用すべしということを盛り込んで全国に発信をしました。その後にですね、埼玉県で自宅で療養した方が急に重症化して亡くなると、こういう事例が発生をして、知事は保健所にパルスオキシメーターを配備しますということをアナウンスするようになりました。つまりパルスオキシメーターの役目が大事だということを埼玉県知事が認知をした瞬間でありましたけれども、保健所に配置してもですね、あまり効果的じゃないんですね。やっぱり軽症の患者さんが いらっしゃるところ、できればそういう宿泊してたまっているようなところが最も効果的だと、まあ、ということでこんな提案もしたわけであります。それから今回の一連のことで一番感じていることはですね、このコロナの感染のスピードの方が速い、社会に対する影響のスピードの方が速いということです。対応策を政府で検討してこれを実行するまではどうしてもタイムラグがかかります。例えば第一次補正予算を作りました。これは令和2年度の本予算が成立した翌日にこの指示を出して、すぐに経済対策の立案にかかったわけであります。でむしろもっと言えばですね、感染が広がり始めて一番打撃を受けたのはインバウンドが来なくなって観光業とか宿泊業とか飲食業とか、そういうところに打撃が走りましたので、やはりそこの救済策が必要だと、これはもう2月中から
自覚をしておりました。どんな対策ができるかということを検討した上でいつ発表しようかとこう待ってるような状況でした。やっぱり本予算ができないと補正の指示も提案もできない、かといって前年度の予備費では額が少なくて対応できない、まあ、このもどかしさがあったわけであります。3月27日に本予算が成立して28日に総理が会見をして第一次補正予算の経済対策の指示を出しました。これが出来上がってまとまったのが4月の7日であります。その中に事業の継続と雇用の維持とそしてまた生活の支援と大きなあとは感染症の医療体制の保持と、まあ、こういった分野について具体策が提案をされていったわけであります。その中で、生活支援の目玉としてですね、現金給付を提案をしたわけであります。我が党からやっぱり一人国民一人一人一律10万円という提案を最終的にしましたけれども、自民党もそういう発想でありましたし、野党もそういう発想での提案がありました。にもかかわらず、その3月28日に総理が各省庁に指示した内容は、もうすでにその時に枠がはまっておりまして、家庭に対して現金給付をすると、そういう家族単位、家庭単位という枠がもうはめられていたわけでありまして、後から与党が1人一律いくらと言ってもそれがそのまま政府の対策にはならなかったわけであります。その過程で4月3日でしたかね、岸田政調会長が総理とお会いした時にその現金給付の水準が関心事でしたが、1世帯あたり1家庭あたり30万円とという水準が示されました。でどういう条件要件かということも気になりましたが、それもだんだん明らかになって2つの2種類の所得制限を作るという内容でありました。このあたりから世論の反応は凄まじいものが出てきました。まず誰が救済の対象になるかよくわからない、その要件を当てはめてみようとすると自分は助かる、しかしこちらは助からない、まあ、そういう分断といいますか選別が行われる、これじゃあ助かる範囲が狭すぎると、そういう悲鳴にも似た声が上がってきました。で極めつけはその4月の7日経済対策として正式に政府与党で決めたわけで、閣議決定までするわけですが、同時に緊急事態宣言を東京をはじめとする大都市部に同じ日に発出をするわけです。この緊急事態宣言のメッセージは少なくとも7割できれば極力8割の方が外出を自粛してもらいたい、外に出るな動くなというメッセージです。また仕事に関しては休業を要請する、で東京においてはその協力金も検討する、つまり仕事をするなと、休んでくれと、こういうメッセージでありますが、やっぱり世の中の経済の動き、生活の動きが止まっちゃうわけですね。それに不安を、そこが一気に不安を加速しまして、現象的には我が党、電話はじゃんじゃん、ファックスも入る、メールも入る、抗議と不安と、そういう殺到する内容でありました。これではいかんと思いましたが、改める様子はない。ついにここは世帯当たり30万をそのまま実行すれば、これは世論の大反発を受けて政権の信頼にも関わってくると心配をしましたので、4月15日朝総理に私は面談を申し入れて、でどうぞすぐ来てくださいということで総理とお話をしました。開口一番申し上げたのはその当時の状況で、今政府と与党あるいは国民との風通しが悪すぎますと、例を挙げればということで、いわゆるアベノマスク、確かにマスクが届いて助かったと感謝している人もいますけれども、社会は必ずしもそうではないと、
あるいは外出自粛、総理自身が家庭でくつろぐ姿、これが映像で流れる、まあ、総理のその普段の生活ぶりが垣間見えて、ああ人間らしくてよかったと、そう反応する人もいますけれども、やっぱりそういう人ばかりではないと。やっぱり国民は今不安と不足と展望のなさの下で苦しんでいる、悩んでいる、やはりそこを率直に感じ取らなきゃならないと思いますと、こう申し上げました。私のイブリン総理もちょっとびっくりしたような表情でいらっしゃいましたけれども、特にこの生活支援については、当日か前日だったと思いますが、某読売新聞の記事でですね、総理自身も最初は一人一律10万円を望んでいたと、にもかかわらず財務省がそれを覆して、家庭単位で30万円という方針に変えさせたと、こういう内容の記事であります。与党に至ってはもう我が党の幹事長が抵抗したけれども、児童手当1万円上乗せするのがせいぜいだった、やっとだったというような記事であります。そうすると与党、自民党も公明党も野党も総理自身も一人一律いくらと、こういう現金給付を望んでいるのに、一体誰が決めたんだ、家庭単位で30万円は誰が決めたんだ、財務省がこの国の政策を決めるんですかと、まあ、そういうことも総理に率直に申し上げて、家庭単位でやれば、所得制限をつければ、やっぱり、国民の分断を招く、今、コロナの感染が広がって、そして緊急事態に怯えている状況で、国民を分断するようなものをやり通すのはよくないと、仮にこの一次補正でこれをやっても、国会で通して現場で実施されるにはまだ一月以上かかると、しかもこれの給付の実務をやるのは地方自治体の職員にお願いしなきゃならない、職員は現場で自分は当てはまるか当てはまらないか市民に聞かれて、あなたはいい、こちらはダメと、そういう判断を迫られて、現場では大変自治体の職員が苦労するのが目に見えていると、自分たちが考えたんじゃなくて国に頼まれたからよかれと思ってやっているのに、文句だけは自分たちがかぶらなきゃならない、もうやってられないと、そういう怨嗟の声さえ起こりかねませんと。そしてもらえる人は喜ぶ人もいるかもしれないけれども、もらえなかった人の方の反発の方がはるかに強くなると、これはやるべきではないと、一人一律所得制限なしで10万円、これをやるべきですということを明確に総理に申し上げました。方向性を持って検討するというお答えでしたけれども、やり方は政府で考えてくださいと当初言いました。で、午後総理から電話がかかってきて、検討すると、政調会長同士で話をまとめて、すぐにでもその内容を今日中にでも持ってきてほしいと、まあ、そういう総理のお話でした。やり方については言及がありませんでした。私から提案しました。ならば二次補正でやろうとしたら、これは遅れをさらにとって、現場の不満が残って、二次補正で仮にやっても効果は出ないと。だから一次補正に一人一律10万円所得制限なしでやれるように緊急にやり方を変えるべきだと、こういうことを提案をしました。総理もそれを聞いてちょっと関心を持たれたように感触を得ました。しかしその後、政調会長同士あるいは幹事長も交えてその日いろいろ協議をしたんですが、平行線で3回やってまとまりませんでした。で、私は夜その報告を聞いて、ああこれはもう何度やっても無理だなと思いました。やっぱり一度閣議決定までして決めたその合意の重み、手続きの重みというものがあります。それを変えるという大きな決断は、やっぱりその責任者である自民党総裁であり総理大臣である安倍さんと、与党公明党の代表である私で決断をしなきゃならないことだなと、そう思いました。一晩いろいろ考えて、で翌朝早速また総理に直接電話をしまして、断固実行すべきであると。しかし今やればゴールデンウィークに前には成立、予算の成立はおぼつかない、開けてしまうとますます遅れる、だから今変えるのは得策じゃない、
25世で検討してみよう、そういうご意見もありましたけど、そうじゃない、これは今やれば、財務省がやれば間に合うと、そういうことを財務省自身にいろいろと確認をして裏付けを取った上で総理にご意見を申し上げました。ちょっと遅れるけれども、ゴールデンウィーク前に成立が可能だということを訴えたわけです。それから自治体の感触というものも、30万家庭単位でやれば必ず不満と混乱が起きる、しかし一律10万円でやった方が地方の職員も基準が明確なので、まだやりやすいと、そういうこともお話しして検討すると引き取っていただいて、その日の夕方決めましたというご報告をいただいたわけであります。しかし総理が決めた内容は、緊急事態宣言を全国に拡大するということとセットで、その緊急事態宣言の下で暮らす全国民、全生活者のために10万円を給付すると、そういう組み立てにして決定したわけであります。その日の夜、もう一度総理から電話いただきまして、帰って山口さん良かったですよと、これで自公の結束が強まったように思いますと、まあ、そういう電話をいただきました。一つこの決定を、重い決定を変えるというのは一部混乱を呼び迷走感も生むかもしれませんけど、しかし既定路線をやることによるマイナスのが大きいということを考えれば、これは過ちを改めるにしくはなしと、君子豹変すだと、そう私は思いましたし、おそらく総理もそう思われたのではないかと思います。直接総理には伺ってませんけど、後で間接的に聞いたところでは、まあ、国民の皆さんがこれだけ歓迎してくれるんだったら、もっと早くやればよかったなと、そういう感想をおっしゃられていたということも聞きました。まあ、こういうこのコロナの感染のスピード感に政策決定と実行のスピードが追いつかない、こういうことをまざまざと実感させられた内容でありました。それらを教訓に、今度二次補正ではより国民に届くような政策をということで、例えば事業者に対する持続化給付金、これは昨年の収入と比較して減った人というのは当初のスタートでしたけれども、ここには今年開業して今年の収入が得られないという人も対象にする。また会社組織のような形のはっきりしたものだけではなくて、フリーランスの事業を営むような人にも拡大してこれを適用するということをやりましたし、またこの枠組みを生かして固定費である家賃、この家賃の補助という新しい仕組みも作りました。また雇用調整助成金、呼びかけほどには利用されない、なぜかということを突き詰めつつ、限度額を上げる、要件を大幅に緩める、そして経営者の側の申請だけではなくて、働く側の労働者からの申請の仕組みも法律と予算措置を講じて、これを抜本的に改めるということもやりました。それから文化芸術関係の方が公演がなくなって困っている、まあ、そういう方に対する新たな支援措置も加えました。それとそうやって、一次補正の時の教訓をもとに、足らざるところを大きく拡大して使い勝手のいいものにしたというのが二次補正の特徴です。でこの中でもう一つ、地方創生臨時交付金という自治体に配るもの、ここはやはり東京一極集中の脆弱性が今に直面しているというのは課題でありますので、やはり長い目で地方創生を進めていく、分散型の社会にしていく、その取り組みの補助のためにこの創生、地方創生臨時交付金、一次二次と合わせて3兆円規模の措置を決めたわけであります。これをぜひ生かすのはこれからですので活用してもらいたいということでありますが、特徴があります。一つ指摘しますと、一次補正の時はどちらかというと国の補助事業の裏負担を措置するという部分も含まれておりました。しかし地方が本当にやりたいのはそれだけじゃなくて単独事業です。地方のその独自の地域に応じた独自の施策をやりたい、その財源が足りない、
だから単独事業に使える国の交付金が欲しい、こういう地方の要望に応えて、ほとんど二次補正では単独事業に使えるような交付金になっているということでありまして、自治体の力の発揮のしどころです。もう一つは、東京は普通こういう交付金の対象にならない、地方交付税のアナロジーでいくと東京は財源が豊か、不交付団体だからやらないというのが通例ですが、今度の感染症はむしろ東京が感染の中心になってます。確かに傷んでます。医療機関の経営も経済も、そして東京の頼みの綱の税収も減ることが目に見えてますので、その点で東京にもこの交付金を配ると、感染者の数とか、そうした実態を見て配るということを初めて実現した交付金になったということであります。そうした本予算を作って、直ちに1次2次と一つの国会でこれだけの大型の補正を組んだというのは歴史上初めてだと思います。で、この二次補正のもう一つ、触れておきたいところは、予備費を大幅に積んだと、10兆円。この予備費については、また教訓があります。1次を決定した後、2次を組んでる間にもニーズはどんどん変化していきます。そのうちの一つが学生、この学生さんがアルバイト、仕送りに頼れない、なんとか学業を続けたい、しかしその頼みのアルバイトすらできなくなってしまう、もう諦めようかという声も出てくる中で、この学生に対する支援、人数とボリューム感はだいたい調べて分かってましたから、予算が500億から700億ぐらい、これを政府は二次補正で手当てしようという提案でした。自民党も二次補正に入れればいいではないかという意見でした。我々はこれを予備費でやる、本予算の予備費を使ってこれをスピーディーにやるべきであるということを強く訴えて、これが実現をしました。つまりこの予算措置を取って国会審議を経て実行するまでのタイグラムを待っていられない施策というのが、ニーズというものはいっぱいあると、そこはやっぱり予備費の出番、そして一旦コロナが収まりかけましたけども、これから二次感染第2波第3波が懸念される中で何が起きるかわからない、大きな財政需要が起きたときにまた三次補正をこれから準備しましょうというと、1次2次の同じ鉄を踏みかねない、だから予備費をたっぷりつけておくということが大事だということで10兆円規模にしたわけであります。そうすると使い道がわからないからおかしいという非難もありました。まあ、平時であればそれは当然の批判であり、予備費は必要最小限でいいということもあるかもしれません。しかし今はコロナとの戦いが続いている中で何が起きるかわからない、だから使い方がわからなくても最終的に使わずに済めばそれに越したことはないけれども、何かが起こって足りなくなって後手を踏むことだけは、これは避けなければならないということで、この予備費を公明党としては強調したわけであります。そんな教訓がいろいろある中で、もう時間もしてますので、これから何を力を入れていこうかということで3つほど申し上げたいと思います。1つは、さまざまな給付措置が思うように滑らかに進まなかったと、これは特にデジタル行政でということは叫ばれながら、そのインフラが整っていなかったという苦い教訓であります。したがって個人の給付あるいは法人への給付も含めて、もっと滑らかにいくようなインフラを整備しなければならない、その他の事務処理にあたってもこうした行政のデジタル化というものを大きく進めていかなければならないというのが第一の方向性であります。それからもう一つは、やっぱり東京一極集中の脆弱性、もっと言えば都市部集中の脆弱性が現れたということであります。そこで地方への分散、地方創生を本格的に進める必要があるという方向であります。私は地方の出身であります。で、自分も含めてなぜ都会に出てきたがるかというのが感じたことは3つありました。1つはですね、自分が受けたい教育
が地元には揃っていない場合がある。だからそれが揃っている都会に出たい、東京に出たい、それから高度な医療が受けたくてもそういう医療機関、医療サービスが整っていない、だから都会へ出たい、それから自分が目指したい仕事、これがやっぱり周りには存在しない、だからやりがいを求めて都会で挑戦したい、まあ、主な理由というのはこの3つだと感じてきました。しかし今回の経験の中で少しそれを変えるヒントが得られたように思います。一つは仕事の面でテレワーク、リモートワークが試みられました。現に私の子どもなども社会人でありますが、テレワーク、リモートワークをせざるを得なくなってやってみた、効果があったということを実感をしていることを語ってくれました。かつて小田原に大井松田あたりに大きな本社ビルを建てた企業がありましたけれども、まだデジタル化どころかインテリジェンスビルにもなっていない時代でありまして、ビジネスの中心の東京とのうまいつながりが保てなくて、ここを売却せざるを得なくなったという例もありました。しかしこのリモートワーク、テレワーク、これがもっと進めば違う働き方、違う仕事というものが開けていくきっかけになると、このように思います。ただしそのインフラがまだまだ整っておりません。例えば家庭の中でもテレワークと家族の生活が両立できるような家庭環境には必ずしもなっていませんし、その地域サテライトオフィスなどがもっとあってもいいんですが、それらも十分ではありません。また企業の側もそういうことを推進するための投資はまだまだ不十分でありますし、またこれをやることによる情報の管理のリスク、これをどう乗り越えるかという課題もあります。こうしたことをこれからもっと深めて推進すべきであると、こう思ってます。で、ビジネスだけではなくて医療の面もね、オンライン診療というものが抵抗していた医療機関の側の人たちこそ今回はやってみてよかったと、こういう声が出ております。また私は離島にもよく行きますけれども、やっぱり離島で病気になった人は遠隔医療を強く求めています。船や飛行機で都会の病院に運ぶというのは並大抵ではありません。時間の遅れを取ります。まあ、そういう意味でもこのオンラインの医療体制の充実ということは重要な方向だと思います。教育、ここもですね、オンライン教育、学校の方々いろいろ聞きました。実際に聞いた声ですが、まず教員が材料を準備するのが大変だった、内容ですね、それから端末を持ってない児童生徒がいる、この人たちに公平に機会を作るのは大変だった、結局最後は用意できない人には貸し出しを学校からした、でやってみた、そうすると普段教室でやるときよりも児童生徒と教員の一対一の結びつきが非常に密接に確認できてお互いに良かった、それから不登校の人もかえって課題を与えてオンラインでやることによって一生懸命取り組んで反応がレスポンスが返ってきた、ですからいろいろな効用を確認できた、これを、まあ、教室や集団でやる教育との特質を考えながら、いわばハイブリッドで進めていくことが大事だと、そういう現場の声でありました。まあ、こういった方向性を進めていくことが大事だと思っています。それからもう一つは医療体制、医療体制をこの機にですね、当初申し上げた検査の体制が十分ではない、これを機材、人材ともに今のうちに充実を図る、もうすでに2月3月の頃と比べると東京の検査能力が倍以上になってますが、まだまだ十分とは言えない状況だと思います。それからマスクや防護服など PPE と言っておりますけど、これが足りない、でこれを主だった医療機関や拠点が備蓄をして緊急に対応できるようにする、でまた医療機関が個々に持つということもある程度重要ですが、むしろもっと大量にどこかに備蓄をして、そしていざ必要なときはそれを即座に配れる、そういうシステム
を作っていくということも考えるべきではないかと思います。それとワクチン医薬品治療薬の開発です。でこれはまあもう先陣争いになってますが、外国で先に開発が成功すれば、まあ、それが日本で使えるようになるような国際協力や先手を打つということも大事でありますし、我が国独自で開発をしていくというところも必要だと、このように思います。我が党としてはこのワクチン治療薬の開発に強力に推進役として今力を入れ、昨日も政府に提案をしたばかりであります。でまた既存の薬がこのコロナウイルスにも効果があるとらしいという声がいくつかありますので、これをもっとデータで裏付けて、それがちゃんと承認されるようなそういう試みも日本では大いに可能性があるので、どんどんやるべきだと思います。まあ、そんなことで一応終わらせていただきます。ご質問があれば受けたまりたいと思います。ありがとうございました。山口代表ありがとうございました。申し遅れました。司会は、日本記者クラブ企画委員の NHK の伊藤正幸が務めております。それではこれから、質問に移りたいと思います。まず私の方から、2点ほど聞かせていただいて、その後会場そしてオンラインの皆さんからの質問を受け付けたいと思います。まず代表、GoTo キャンペーンですけれども、まあ、今日から始まったということですが、前倒しをして東京除外してキャンセル料の扱いということで、まあ、期待もあれば不安もありますし、混乱の中でスタートしたと。今回はなぜこういう事態が起きたのかという点と、もう一つそれに対する国民の受け止めをですね、どういうふうにご覧になっているか、この点いかがでしょうか。はい、もともとは経済対策の一つとしてコロナが収束した後に経済の回復策の目玉の一つとしてやろうと、こうやって組み立てられたものであります。実際に予算が成立して、まあ、コロナがなかなか感染し収束しきらない中で遅れ遅れになってましたけれども、当面8月の最初の頃からやろうかなというのが、当初の見方でありました。しかし、観光に携わる方々から悲鳴にも似た声が上がってきたように思います。夏休みが今年は短い、したがってファミリーの旅行需要というのは限られる、また連休が7月の末にある、ここを生かさない手はないということで、そうした前倒しの実施というものが政府で検討され、これが決められたと思います。で現に私は7月11日熊本の人吉市に行きました。ここは観光こそメインの産業と言ってもいいくらい、温泉があり、球磨川の川べりに旅館が立ち並び、そして夏場の船下りや鮎料理でもてなしてこの観光にかけていた。4月5月は緊急事態宣言で休業せざるを得なかった。で、この夏のゴールデンウィークを逃したので夏にかけていた。しかし水害で施設まで台無しになって、結局休業、台風の被害、GoTo トラベルの儲け損ないと、この三重苦で今本当に参りましたと、そういう悲鳴でありました。おそらく全国にはこうした被害には遭ってないけれども GoTo トラベルに期待している、そういう声は実際に多くあったと思います。しかも観光業はその地域にとってはもうそこが地域の主たる産業、みんながそれで食べているという地域も多いわけですから、なおさら期待は多かったと、北海道から沖縄までそういう状況だったと思いますね。ですから前倒しを決めたこと自体が必ずしも誤りだったとは思いません。しかし当初それで感染が東京中心にまた拡大し始めました。私は聞かれたので、キャンペーンを全部やめるというのが過度な対応だとこう申し上げましたけれども、その翌日もどん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 東京が感染拡大する、ついには小池知事がですね、感染拡大警報を出して、都民は事業者はガイドラインに沿って感染防止策を徹底してもらいたい、都民は不要不急の都外への移動は自粛してもらいたい、これを言い出されたわけでありますから、東京がそれを自ら望んでいるのに GoTo キャンペーンで、それと反することを促進することをやるというのは
これはいいことではないということで、東京などもう少し慎重に実施のあり方を配慮すべきだということを私自身も発信し、そして東京の発着を除外、こう決めたわけでありますけど、またこれはこれで突然キャンセルといった印象もあるし、感染はもっと地方にも拡大していきますので、いっそ全部やめろとか、あるいは補償をどうするんだと、キャンセル料のカバーをどうするんだと、まあ、そういう声も上がったわけでありまして、我が党石田政調会長などは国として補償も考えたらどうかと提案し、また日曜日には岸田政調会長もそれをアシストするような発言をしました。そこで政府としてはこの補償をするという基本を、まあ、方針に転換をしたわけであります。そういうここでもやはり感染のスピード、動きのスピードと政策の対応のタイムラグというのが出て、短期的に出たわけでありまして、迷走感、混迷感を与えておりますけど、私はやっぱりこの変化に対してきちんと対応していく、そして国民の不安をなくしていく、また可能な限り明確に政策を実行していく、こういう姿勢は大事でありますし、これからも必要なことだと思っています。もう一問、ちょうど1年で1年延期された東京オリンピックの開幕まで1年ということになります。改めてこの段階でですね、この東京オリンピック・パラリンピックを今の時点でどう位置づけて、でこれについては国民の間でもさまざまな意見があります。そのために向けて今政治は何、どういう取り組みが必要だというふうに考えますか。はい、これはもうコロナがどういう状況になるかということにかかっていると思いますが、日本も今苦しんでますけど、世界はもっと感染の厳しい状況でありますから、延期はもちろんやむを得なかったですが、1年後にどう収束しているという保証もありません。しかし開催国であり開催都市である東京としてはですね、この国際社会が延期を認めてくれたわけでありますので、この1年を目指してできる限りの準備と努力をしなければならないと。ましてや参加したいアスリートは一生に一度のチャンスであります。それが1年遅れたことが我が民どう影響するかということを考えながら、今本当に苦心惨憺していると思います。まあ、そうした思いというものも受け止めなければならないと思いますから、この政府や自治体の側としては可能な限り努力をする。しかし開催のあり方については、いろいろコロナとウィズコロナの姿勢で柔軟に対応できるようないろんな選択肢を私は内々検討すべきだし、協議をする場があればそういうことも提案をしながら、国際社会の合意のもとに開催できるようにすべきだと、こう思っています。はい、それでは会場から質問をまず受けたいと思います。どうぞ。所属とお名前を示した上でご質問をお願いいたします。個人会員の梶本でございます。はい、今の GoTo キャンペーンの話を見てもですね、片っぽで観光業者をなんとかしなきゃいけない、片っぽで、小池さんはですね、これから連休不要不急の、外出は控えてくれと言って、アクセルとブレーキが両方かかったような状況が常にこれに限らず続いてて、ね、なかなか大変だと思うんですけども、これに対してですね、きちっと政府は説明するってことがもっと大事だと思うんですね。ところが国会、臨時国会が終わってから、通常国会が終わってからですね、野党の方は国会を開けという要求はしてるんですけども、官邸の意向で国会は閉じてしまったと。で、安倍さんもね、この1ヶ月、ほとんど会見をしてないという、会見というのは立ったやつやってますよ、きちっとその、会見をしないで、GoTo キャンペーンにしても、お宅の赤羽大臣がしてるというようなことでですね、どうも説明不足じゃないかと。いう感じがしてならないんですよね。だからそこはもっとその総理が前面に立ってですね、国民に呼びかけていくということが必要ではないかと思うんですけども、あともう一つですね、ブレーキとアクセルということになると、公明党がですね、憲法だとか安保安全保障とか、自民党安倍さんがどちらかというとアクセルを吹かすときにですね、我々はブレーキ役を果たすんだということで、それが非常に国民に安心感を与えてたわけですけども、そういう意味ではね、総理、30万
10万の、山口さんもですね、30万、10万の時に総理のところに行くだけでなくてですね、やっぱり国会に開いてですね、総理もっと説明しろということを言いに行ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。はい、総理が先頭に立って国民に分かりやすく説明するというのは大事だと思います。昨日も会見で、そこが問われましたので、それをやるべきだということを申し上げました。また最初の山を越えた時の教訓というのはやっぱり全国に緊急事態宣言を出した傷が深かった、大きすぎたということですから、感染防止策とその経済活動、社会経済活動の両立できる線、具体的な在り方、これまだ試行錯誤中だと正直思いますけれども、そこを確立するというのがこれから極めて重要だと思います。時に少し行き過ぎたと思えば元に戻し、足りないと思えば前に進み、この国民がまあウィズコロナでこれからやっていけると、そういう見通しが立てられるようにすべきだと思います。その対策の税金については、例えばGoTo 何がしはこれ政府で決めていることで、東京を除外するという決定は総理から私のところに電話がありました。東京発着を除外することに決めますと、これから専門家の意見を聞いた上で政府として決めますと、こういう電話をいただいた上で最終的に決定をされたわけであります。そこには総理や官房長官、そして所管の赤羽大臣も入っていたと思いますけれども、いずれにしても所管の大臣である赤羽大臣が実施の役目を担うということも当然のことでありますので、ここは現場が迷わないように、混乱しないように最大限の努力をしなければならないと思います。また国会の論議、会期を決めて閉会になったわけですが、やっぱり議論の場を設けようということで閉会中審査、これをかなり頻繁にやっております。衆議院も参議院も予算委員会も開いております。総理が必要であれば出る場もあってもいいと思っています。これからの政策については、この混乱の中ですから骨太も遅れましたし、概算要求も9月にずれました。最終的な決定まで不確定要素がいっぱいありますけれども、やっぱりここでは国民の皆さんが安心できるような最終的な意思決定になるように公明党の役割を果たしたいと、ブレーキだけではなくてアクセルもありますのでね、両方の役割を果たしたいと思います。どうぞ。個人会員の村野と申します。公明党の仕事働きぶりはよく分かりましたけれども、その公明党が加わる安倍内閣はですね、各社調査で軒並み支持しないが支持するを上回る事態が続いております。これに対する所見とですね、何か挽回策をへの検索をお考えかどうかお聞かせください。申し訳ない、今の質問の内容何でしたっけ。支持厳しい中でどう挽回していくかっていう、政権に対する厳しさをどう挽回していくかっていう質問です。政権に対する厳しい見方をどういうふうに挽回していくかっていう。政権に対してもまたそれぞれ与党に対しても国民の皆さんの厳しい見方というのはいろいろなところで出ていると思います。支持率が上限してますけれども、これもいろいろあると思いますけれども、一つはですね、内閣の支持率については、安倍総理の個人に関わるテーマがかなり多いということを感じます。森かけだとかですね、桜どうのこうのとかですね、そうすると河井夫妻の問題も自民党の中でのお金の配分とその関連の人たちの行いではあるんですね。それと同じ与党でもね、その事実関係がわからないところがありますから、政策決定ならば一緒に議論して決めてますので、ものの言いようもあるんですけれども、結局自民党として安倍総理として責任、説明責任をしっかり尽くしてもらいたいと、こういうふうに言ってるわけであります。しかしやっぱりそれで済むものでもありませんから、
ここは議論の機会、例えば国会あるいはその閉会中審査も含めてそういう機会を真摯に設けていくということも大事でありましょうし、また公明党としてのあるべき意見提言、これをズバリと言っていくということも大事だと思います。で、この今の連立政権の役割というのはやっぱり政権が不安定で混乱しては国民が迷惑するというところが出発点でしたから、それを政権合意の中にも真摯に国民の声を受け止めて、政権運営に謙虚に対応するということをわざわざ政権合意に入れた、そういう連立政権でありますから、やはりそういう姿勢というものを国民にちゃんと伝えられるようにこれからも努力していかなきゃならないと思います。今国際社会もいろいろと混乱している状況でありますから、やはり政治の安定のもとに果断な政策実行、これが連立政権の最大の役割だと思っていますので、公明党としてのそういう役割を果たしていきたいと思っています。ちょっと待ってください、オンラインで質問でそれに関連ですけれども、党クラブ会員の高見さんとお読みするんでしょうか。読み上げます。二次補正に予備費に10兆円を組んだのはやはり度が過ぎたのではないか、財政民主主義の原則に反するのではないか、で定流には政権の不信感がある、アベノマスクの突然の配布、検察庁法改正案など次々繰り出す政策を疑問視する国民は少なくない、御党は与党としてこの不信感を取り除く努力が足りないのではないか、こういう質問ですがいかがでしょうか。はい、先ほども予備費について申し上げましたように、今は平時ではないということであります。で、実際にこの予算措置で明確に使途を決めて国会審議を尽くして実施に当たるというのが原則でありますけれども、それでは現場のニーズに応えられない、そういう状況が現に生じていると、生じた、そしてそれに予備費で対応したという経緯があるということであります。ですからこれからもそうしたスピード感を求められる政策実行が必要になる場面があるので、あり得るので、1時2時の教訓をもとにそれにふさわしい予備費を確保したと、もちろんそれで野放図に自由自在に使うということではありません。必ず使い方については与党と政府との間でのやり取りが必要でありますし、またそこでしっかりチェックをしたいし、国会にもそれを報告をして議論の機会を設けるということでありますから、財政民主主義の大枠は保たれていると思います。まあ、それからまあもっと政権に対してあるいは安倍さんに対しても言うべきことは言ったらどうかということでありますが、もちろんだからこそ10万円の時に率直に申し上げたわけでありますが、やっぱり国民の声を聞く機能が官邸主導という名のもとにですね、スピード感や果断な意思決定をやってそれが民意と合ってる場合はいいんですけども、ずれる場合は裏面出ますので、やっぱり与党の議論の積み上げとか与党の意向、特に公明党の場合は地方議員も含めてこの地域に根を張ってネットワーク力がある、国民の声が敏感に伝わってくるという特徴がありますから、それをもっと安倍さんとしてもしっかり活用してもらいたいということを言ったことがあります。こっちからそれを提案することも大事だと思ってますので頑張りたいと思います。では会場からの質問どうぞ。個人会員の脇と言います。先ほどから山内さんは内閣支持率の低迷は安倍さん個人の問題であると、それから官邸主導で民意と離れているかもしれないと厳しいことをおっしゃってますが、で例えばこの先ほど話題になった GoTo トラベルも、安倍さんが表に出てきて説明しないもんだから、公明党の赤羽さんが矢面に立って右往左往しているように見える、これは甚だ迷惑だと思いませんか。でもう一層安倍さん変われよというお気持ちはおありじゃないですか。実は意中の人がいるとかいうようなことはありませんか。まあお答えを得られる質問とは思っていませんが、いかがでしょうか。以上です。
私のこの GoTo 政策について意見を言ったときには、政府として決めろということを必ず言っております。国土交通大臣決めろって言ったことはありません。関わりがそもそも政府の政策であり、その一環であります。所管が赤羽大臣だということを過ぎないわけであります。しかし、それを政府が決めただろう、いや赤羽さんの所管だろうと言い合ってるようなことでは、また国民にはかえって、マイナスの印象を与えると思いますので、やっぱり所管である赤羽大臣はしっかり頑張らなきゃいけないし、また意思決定に関わっている官房長官や総理もですね、きちんと国民に説明する姿勢が大事だと思います。今日総理はその点でぶら下がりで発信をしましたよね。もっと発信してもらいたいなと思っております。一応ここまで。ご質問いかがでしょうか。あと代表に伺いたいんですけれども、やはり政局のことも、ね、少し関連して伺っておきたいんですけれども、はい、解散のタイミングですね、衆議院の解散のタイミングっていうのはどのタイミングがあるというふうに考えてらっしゃるのか、そしてやるならばいつのタイミングがいいと公明党は考えているのか、ここを整理してお答えいただければと思います。はい、よく聞かれる質問なんです。で、毎回前置きしますが、解散はいつがやった方がいいとか、いつはやらない方がいいということは申し上げないようにしています。やっぱり解散権は総理が責任を持って判断すべきことなので、解散権を持たない立場でいつやった方がいい、いつはやらない方がいいとは申し上げないようにしています。与党のこの立場で、政権を運営する立場で何をやるべきかということを申し上げるようにしているわけです。今やはりこのコロナの感染が再び拡大の様子を見せている。そしてこの状況は、積極的に検査をしているから、無症状の人の数が、感染者の数が増えているからね、増えているように見えるけれども、若い人も多いし、重症化している人はそんなにいないんだと、だから緊急事態宣言出す状況ではないんだと、政府は繰り返しそのことを言っているわけですけど、国民が心配しているのはむしろそこではなくて、感染経路不明な人も増えている、40代50代中年の人も感染者が増えている、その中から少しずつ重症化する人も増えてきている、これがもっと一気に拡大したら大丈夫なのかと、そこを心配しているわけでありますから、そうならないような対応をしていると、裏付けがあるということをもっと政府も自治体もですね、きちんと国民に説明する必要があると、こういうことを強く実感しているところであります。そうした施策をやると同時に、経済が落ち込んでいますので、やっぱりここは両立できる具体的な線を早く確立をして、経済の回復を急ぐということが大事でありまして、矢継ぎ早にこれから取り組んでいかなきゃならない課題があると思いますので、その中で解散権を持っている人は懸命に考えるだろうと思います。一つ、過去安倍政権の下で何回か解散を経験されてますけれども、どうでしょう、19月の解散、10月選挙って声もありますけれども、だとすると過去の2回と比べてみてですね、どうでしょう、解散の匂いとか風向きっていうのはどの程度感じていらっしゃいますか。この今野党との関係を考えるとですね、やっぱり与党がしっかり体制を立て直して仕事に取り組めという局面だろうというふうに思っています。野党が体制が弱いから今のうちやってしまえというのは国民は歓迎しないと思いますし、また解散をするにはやっぱり、そうし国民が納得する大義名分というものも必要だと、このように思います。その点でやはり国民が優先してもらいたい政治課題というのは、先ほど申し上げたようなことがいろいろあるのだろうと思いますし、また国際社会も今非常に混乱と厳しい状況もあるように思いますので、やはりそこを国民に不安を与えない政権運営、
が大事だと思っています。ありがとうございました。そろそろ時間ですが、でここでご紹介なんですけれども、実は代表にですね、この会見に臨む前に記号をしていただきました。今回ちょっと意味深なので、ご紹介を自らしていただいて、その心を解いていただきたいと思います。はい、なんてお書きになったんでしょうか。臨機応変と書かせていただきました。まさに今必要なことは誠実に臨機応変に対応するということが大事だろうと思っています。ですからこれは定見のない政策転換ではなくて、この状況の変化に機敏に対応する、そういう臨機応変という意味で書かせていただきました。司会になりました山口代表、どうもありがとうございました。はい、これで記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。